皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。今回も一目でわかる英国展の世界ということで、伊勢丹新宿店さんで開催されていた英国展のおすすめの一品、紅茶やスコーン、アフタヌーンティー、それらが約10分ほどでわかるように解説をしています。作業の合間に聞き流すだけでも英国通になれますので、よかったらどうぞ最後までお聞きください。週末は整理券が必要でした。1時間ほど並び入場すると、早速可愛いテーブルウェアがお出迎え。アンティークのアクセサリーもショーケースに並んでいて、本当に英国の世界に迷い込んだみたい。以前のテーブルウェアフェスティバルの動画でもご紹介いたしました食器のバーレイ。陶器の町ストーク・オン・トレントで1851年に創業、170年以上もの歴史を持ちます。今ではその技術、銅板転写による絵付けは世界で唯一となりました。この細かい柄が特徴です。ミトンやティーコジーもとってもおしゃれ。英国の紅茶商リントンズ、多くのティールームにその紅茶を卸しています。リントンズといえばティーバッグ、そして本場の英国ミルクティー、ビスケットなどもすべて紅茶商が紅茶に合うものとして作成したレシピです。今回日本の企業さんも多くいらっしゃいました。2023年のイースターは4月9日。イースターをお祝いするためのフルーツブレッドなど、貴重なスパイスやドライフルーツを入れたお菓子もたっぷり。店頭には焼きたて、出来たて、作りたてのスコーンやケーキが並びます。どれもとっても美味しそう。スワン&ライオンさんはイギリス人のオーナーが日本でオープンされたお店。パンやパイにはレモンカードを塗って、おやつといえばクランブル生地をのせたアップルクランブル、デーツをたっぷり使った蒸しケーキ、シロップも含めぬちゃっとした食感のスティッキートッフィープティング。好き嫌いは分かれるところですが、腎臓が入ったキドニーパイ、ビーフステーキパイなど食べ応えのあるメニューもいっぱい。クロデッドクリームとダブルデボンクリームの違いは乳脂肪分の割合、ダブルデボンクリームの方がやや軽やかです。英国店のイートインスペースはご覧ください。このようにまるで英国のパブに紛れ込んだよう。早速フィッシュ&チップスが。イギリスパブの定番料理、ステーキエールパイ、エール、つまりビールのパイ、マッシュポテトやグレービーソースもたっぷりつけて、先ほどのスワン&ライオンさんのホットクロスバンズやパイ、そしてエルダーフラワーのソーダもこちらでいただけます。スコットランド名物ハギスもこちらでいただけます。羊の内臓ミンチなので、スコッチウイスキーなど強めのお酒がいいかも。あのビーンズたっぷりのイギリス式の朝食もこちらで召し上がれます。イギリスの最南端、酪農が盛んな地域、コーンウォールのコーニッシュティー、プラスチック製品を使わずハンドブレンドの紅茶というこだわりの一品。酪農が盛んな地域なので、コーニッシュ産のクロテッドクリームなども有名ですよね。英国産の小麦を使ったスコーン、ベノアさんも出店されていました。薬草学やハーブを学んだオーナーのカメリアズティーハウス、心も体も美しくという思いが込められ、効能も重視されたティールームです。イギリス専門誌の編集長として活躍されたオーナーのプロデュース3ティアーズ、アフタヌーンティーセットが大人気でした。今後旧古川邸でイベントも開催されるそうです。ウェールズ地方の名産もこの通り。ウェールズの国花はスイセン、つまりダフォディル、国旗はドラゴン、
それらが描かれたパッケージのお菓子類はどれも美味しいですよ。ウェールズ地方を代表するウェルシュケーキもぜひ。ケント地方の評判のクリスプも来てましたよ。日本の皆さんも負けてはいません。英国を愛する気持ちがふんだんに詰まったお店やお菓子の数々、評判の工房や普段なかなか伺えない場所にある店舗のお菓子もぜひ。五つ星ホテルのアフタヌーンティーでも使われるウェンディさんのジャム、中でもマーマレードがおすすめの一品だそうです。コッツウォルド地方の名産品の蜂蜜、ブレンド紅茶の先駆けリッチウェイも、そしてイギリスといえば忘れてはならないのがテイラーズ・オブ・ハロゲートのヨークシャーティー。ティーバッグを一日に何杯も召し上がった方も多いのではないでしょうか。オーガニック認証フェアトレードティーのクリッパーさんもいらしてました。イギリスを旅行されると目に入ることの多いチップトリージャム、チップトリー村で農園を経営していたウィルキンソン家が製造したジャムです。そして私の大好きな紅茶 HR ヒギンス、本店はボンドストリート駅に近いデュークストリートにあります。初めてこちらのブルーレディとコーヒーをいただいた時、その美味しさに虜になったほど。今は人形町と神戸に店舗もあり、手に入れやすくなりました。フレーバーティーのサマーも私のお気に入り。デュークストリートの本店は老舗の佇まい、店内の内装もとっても素晴らしかったです。ブルーレディは鮮やかな青色の花のマロー、幸せになれるサムシングフォーの一つの青、結婚のお祝いなどにいかがでしょうか。以前ウィッタードのワークショップで自分のオリジナル紅茶を作ったことがあります。それ以来のファン。最近はホットチョコレートも有名になりましたが、私が好きなのはこのイングリッシュローズ。ティーバッグも手軽でよく飲みますが、イングリッシュローズだけはできれば茶葉で購入していただきたい。というのもバラの花がたっぷり入っていて、お湯を注ぐと綺麗にバラが咲くんです。目でも楽しめますよ。プリムローズヒルとハムステッドビレッジに2店舗を構えるモダン食料品店のメルローズ&モーガンさんも、ピコティ・エディンバラさんはシングルエステート、産地を混ぜずにこだわりのブレンドの紅茶です。食料品輸入会社さんのオリジナルのビスケットなども紅茶に合いそうですね。リバプール生まれのブリューティーカンパニーさんも、ジャージー牛とはイギリスのジャージー島が原産の牛さんです。濃厚なミルクが美味しいですよね。ティールームで紅茶と一緒にいただくといえばキャロットケーキも、ラズベリージャムを挟んだビクトリアサンドイッチケーキも、素朴だけれども紅茶に合うケーキもいっぱい並んでいました。スコーンやクロデットクリームも大好きですけれども、さまざまな地方のそれぞれの伝統菓子をいただくのも楽しいですね。コッツウォルズ生まれのベーカリーハフキンス、こちらは麻の一種のジュートでできたトートバッグが大人気です。今回ひときわ大人気で大行列だったのがグラントリーホールのスコーン、ホテルオブザイヤーイングランド2022に輝いたヨークシャーデールズの宝石とも称される五つ星ホテルです。イングランドの北部ヨークシャー地方にあります。連日満席のホテルのアフタヌーンティー、それがヨークシャー地方まで行かずともここで食べられるなんて、それは行列ぐらい耐えなければなりません。ヘッドペーストリーシェフのステファン・ローズ氏が来日、目の前で
作成し、焼くところを拝見させていただけるんです。グラントリーホールの全体図、そしてステファン・ローズ氏。スコーンを焼きながら手を振ってくださったりと、とても気さくなお人柄。たっぷりのバターを扱っていらっしゃるところも拝見できました。こんな貴重な場面を見せていただけるなんて。ここのスコーンはとても大ぶりのサイズ。見てください、この厚みと大きさ。しっかりと腹割れ部分も見れます。香ばしい香りが鼻をくすぐります。出来たてを詰めていただけるので、袋を持った際、ほんのり温かかったです。この味を覚えて、いつか自分でも作れるようになりたい。私が食べたスコーンの中で1位が決まりました。そして先ほど申し上げた、クロテッドクリームの名産地、コーンウォール州、ロダスのクロテッドクリームも、コーンウォール半島のデボン州、ランゲージファームのクロテッドクリームもありました。今回、その豊富なラインナップは素晴らしく、スコットランドのマル島にある小さなビスケットメーカー、アイランドベーカリーさん、ほぼオーガニック素材、クラシカルな製法にこだわった素朴なビスケットは虜になること間違いなしです。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。さて、実は先ほどのクロテッドクリーム、デボン州で作られたクロテッドクリームはデボンシアクリーム、コーンウォール州で作られたクロテッドクリームはコーニッシュクリーム。塗る順番が違っていて、どちらもそのこだわりを譲らないそうです。デボン州はクロテッドクリームが下、コーンウォール州はクロテッドクリームがジャムの上。両方試しましたが、コーニッシュスタイルの方がクロテッドクリームの味がより味わえるかも。たっぷりいただこうと思います。カロリーを忘れて。